どうもカマスです。今日はちょっと懐かしいスパイクを履いてみたいと思います。今日履いてみようと思うのがこちらの F50 アジゼロ2014年モデルになります。こちらの F50 アジゼロ2014年モデルは正確には2013年の11月に発売されたので、約今から8年前に発売されたモデルになります。F50 アジゼロ自体は初代が2010年に発売され、2015年までアップデートを繰り返して約6モデル発売されました。その中でもこちらの2014年モデルは今でも履いている選手がいて、最近ちょっと見かけたので気になって買ってみました。僕自体アジゼロは初めてじゃなくて、この1個前のモデルの2013年モデルを履いていたんですが、その2013モデルは歴代のアジゼロの中で一番重たかったということで、アジゼロの売りでもある軽さはその時は感じられなかったんですけど、約8年前のスパイクにはなるんですけど、一番最新のモデルの X スピードフローと比べても、やはり相当軽いなっていう印象があります。少しこちらのアジゼロ2014の概要を説明したいんですけども、スパイクマイスターの浩平さんがブログで事細かく書いてくれてるので少し抜粋して紹介したいと思います。アッパー設計、構造、素材など全てが一新。アウトソールも新型スプリントフレームアウトソールになり、スタッド形状、スタッド配置も改良され、機能性が大幅に向上。こちらの合成比較バージョンには、薄さ、柔らかさ、丈夫さを兼ね備え、ハイブリッドタッチアッパーを採用。そしてこちら今回買った F50 アジゼロ2014、FG モデルは、重量が 150g で、定価が当時2412円で販売されていました。こちらの2014年モデルは特に軽さだけでなく、フィット感がすごくて、素足感覚で履けるということで、未だに中村俊輔選手がこちらの2014年モデルを履いているのは有名かなと思います。はこの紐が結構好きです。やっぱ人気があるだけだいぶフィット感がすごくて、それでいてこの軽さが、X ゴーストやスピードフローと比べてアッパー素材が若干厚いような感じはするんですけど、柔らかい分足なじみがよく、足にフィットする感じで吸い付く感じで蹴りやすいですね。アッパー素材が若干柔らかいような感じがして、やっぱ吸収性があるのでトラップなどもしやすいなというふうに思います。
7、8年前のスパイクとはいえ、やっぱ未だに人気があるのも分かりますし、やっぱ一度履いたらこの感覚は癖になりそうな感じがしますね。